こんにちは、ゴルフプロの三谷です。今日はゴルフルールの話をしていこうと思います。ゴルフのルールって少し分かりにくいところありますね。ですから日々分からないことはスクールに来て、質問して、解決していってほしいかなと思います。で、今日実際に、ゴルフのルールの講義をスクールでしている中で出た質問を、していこうかなと、の解説をしていこうかなと思います。このようにこのチャンネルではゴルフに関係するさまざまなことを皆さんに配信していこうと思います。このルールもですね、大事です。スイングも大事、練習方法やさまざまなですねゴルフに関係する内容を皆さんに知ってもらえたらいいかなと思ってますので、この動画を見てですねいいなと思ったらいいね、さらにはチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、今日はゴルフルールですが、ゴルフルールの中でもグリーン上に関わるところを今日は少しね見ていきたいと思います。こんな質問があったんですね。グリーンの外にあるボールと、グリーン上にあるボール、どちらのボールが先に、例えば A さん、B さんだとしましょう。その時に A さんと B さんどちらが先に打つべきなのでしょうか。こんな質問が出たんですね。で、2019年からゴルフルールって大きく変わりました。皆さん知ってますか。2019年からこういうルールが変わったんですね。それはグリーン上からボールを打って、要するにパットですね、パターで主にグリーン上から打った時に旗竿が今刺さっている状態、この刺さっている状態で打って良くなったんですね。というのは、このまま万が一ガシャンと当たってしまった時に、去年まで2018年までは、2打×になるというルールがあったんですが、今年からは、これがペナルティがなくなりました。無罰です。ゼロ、無罰でペナルティなしになりましたので、旗を刺したままプレーすることが非常に多くなりました。そんな中で、じゃあ A さん、B さん、A さんはグリーン上にボールが乗ってます、B さんはグリーン上にボールが乗ってません、この時に、どうすればよいのでしょうかという質問でした。要するに去年まではこの人打って当てちゃうといけなかったので、 B さんは外から打った場合はペナルティーが去年までもなかったので、当ててもよかったので先に打つようなことがよくあったんですね。ですが今年になってグリーン上から打っても旗に当ててもペナルティーはありませんので、A さんは積極的に打つことができます。そして打つ順番というのは、遠い人から順番に打つという決め事がありますので、B さんと A さんどちらが遠いかといったら A さんの方が遠いので、この場合は A さんから積極的に打っていくべき、A さんが打つ順番に今なっているということになります。ですから A さんは B さんに対してグリーンの外だから先に打ってよというのではなく、 A さんは私の方が遠いので先に打ちますねと言って打っていくべきですし、 B さんも去年までは先に打つねということだったことも多かったと思うんですけど、今年に入って2019年からは基本的には A さんの方が遠いので先にどうぞというふうになりました。こんな風に、ゴルフの実際のラウンド中のプレーぶり、というのも、変わってきていると思いますので、必ずですね、ゴルフのルールを覚えて、そして、正しくですね、プレーできるようになっていくといいかなと思います。また、ゴルフルールのこういうですね、規則書がありますので、これをですね、ぜひ購入していただいて、中身は、文字もあるんですけど、こういう絵も様々、ね、ありますので、こんなものもですね、ぜひ、買っていただくと非常に分かりやすく、ゴルフのルールが覚わっていくかなと思いますので、どんどん皆さんですね、正しい知識をつけて楽しく、スムーズにラウンドできるようになっていってほしいかなと思います。それではこのルールね、今日やりましたので、実際にですね、コース行った人はですね、この状況によくよくなると思いますので、実践して試してみてください。それでは今日はね、ここで終了したいと思います。バイバイ。YouTube 最後までご視聴ありがとうございます。
動画の内容が良かったらいいねよろしくお願いします。これから皆さんに有意義な動画どんどん配信していきます。チャンネル登録もよろしくお願いします。